全国大会準決勝、お相手は東海地区代表のマイナットさん。最高か、はい、もうてっぺん行くよ、はい、選手に負けねえよ、はい、行くぞ、はい、ついに始まりました全国大会の準決勝。お相手は改めまして東海地区代表のマイナットさん。東海地区屈指の実力のあるチームでございます。あっぱれのスタメンはご覧の通り、そのチームに兄貴が相対する。まずは1回の表、マイナットの攻撃。初球アウトコースストレートでストライク。2球目、これはツーシームが外れ、ワンボールワンストライク。ここで強烈なスイング。実はこの1番を打っている瀬戸口選手ですが、ノンプロ経験がある、さらに軟式の超強豪和合病院でも野球をしていた経歴を持つなど、この打線において最も警戒しなければいけないバッターの一人。改めてカウントは2ボール2ストライク、平行カウント。見逃し三振。ストレートを意識させてからの外のボール球からキワキワに来るスライダーで見逃し三振。ここは兄貴ゾエバッテリーの勝ち。続いて2番バッター、カウント2ボール1ストライク。ストレートを打たせた打球はライト正面、アイパチ、ホットボット初キャッチとなります。続いて3番バッター、初球ツーシームでワンストライク。2球目、ここも同じくツーシームでツーストライク。それも思わずうんうんとうなずきます。そして空振り三振。兄貴初回を三者凡退に切って取る幸先のいいスタート。一方マイナットの先発投手は安藤投手。小柄ながらこの変化球をうまく使ってくるピッチャー。それに対する1回の裏、彼の攻撃は1番の田上から。初球はその変化球でワンストライク。2球目、ここはやや落ちるボールが見送ってワンボールワンストライク。3球目、これは大きく曲がるカーブ。変化球主体の配慮を高見に対して行います。しかしここ落ちるボールは高見がしっかり見極め、平行カウント。そして3ボール2ストライクとなり、最後も変化球をしっかり見極め、先頭高見役割を果たします。そうなると私は送りバント、このバント二塁送球。しかし高見がスタートは早かった、二塁セーフ、一塁もセーフ、オールセーフとなりまして、これでノーアウトランナー二塁一塁。続く3番の順、カウントワンボールツーストライクなり、ここはしっかりと進塁打を打ちたいところ。インコース難しいボール、きっちりファーストゴロ。これでランナーとランナー三塁二塁と、4番体制を前にビッグチャンスを演出。ここは何としても先取点が欲しい場面。海星初球でした。打っていった打球はセンターへ、しかしやや浅い位置でキャッチ。三塁ランナー高見は疑似スタートができるだけ、サイフライのためキャッチアップは決めませんでした。2球目、空振り。安藤投手、ジャイロ系のストレートなのか、手元でビッと伸びてくる印象。ストレートを意識するとこの緩い変化球を投じられる。非常に難しいピッチャーですが、平行カウントから
最後は外角の落ちるボールでしょうか、引っ掛けさせられてサードゴロ。あっぱれ。1回にチャンスを作るも得点することができません。2回の裏、兄貴のピッチング順調にいきたいところですが、ここで守備のほころびから大ピンチを招いてしまう。先頭バッター、タイミングを外し打ち取ったショートゴロ、順が取って一塁送球するも、これがショートバウンドしファーストの投手が離れたという判定。打ち取った打球が内野安打に。これスローで見ていくと、ショートの順、これ完璧に打ち取ってる打球、通常の球場なら前に出てくる打球なんですが、アンツーカーをやや気にしたため後ろへ下がって捕球、間に合うと思いましたが一塁までの距離が長くなったために送球がショートバウンド。タジーがうまくさばきましたが、取った瞬間に一塁ベースから足が離れたという判定に。痛い出塁を許す。次のバッターにデッドボール。さらには送りバントで進められるなどし、ワンアウト満塁というピンチを招いてしまう。チャンスを凡退したアッパル打線、なんとかここはゼロでしのぎたい。力で押し切って内野フライ、ツーアウト。序盤の大ピンチ、兄貴の力強いストレートで防ぎました。ナイスバッティング。続いて2回の裏、あっぱれの攻撃は先頭のゾエ。低めにストレートが決まりワンストライク。非常に制球力の高いこの安藤投手、また非常にタイミングをずらすのもうまい。ゾエがしっかり捉えた打球もコーナーに投げ切れているため正面を突く。ワンアウト。ライパチに対しての初球、ここは大きく割れるカーブでワンストライク。2球目、外角ストレート打っていくも、これは先っぽの打球、セカンドがきっちり押さえて2者倒れ、ツーアウト。さらに8番のショー、これもカーブを打っていきますが、これも平凡なフライ、ショートが抑えて3アウトチェンジ。あっぱれ、2回の裏、三者凡退で攻撃を終える。さあ一方、3回の表、先ほどピンチをしのいだ兄貴、この1番の瀬戸口選手、これだけの巨体を誇りながらセーフティーバントで揺さぶっていきます。その後ボールを重ね3ボール1ストライクとなり、このスイング強烈です。バッティングカウントは躊躇なく打ってくる、まさに気迫対気迫。フルカウントからのラストボール、最後は変化球でタイミングを外し、2打席目も兄貴に軍配。とはいえ東海地区代表マイナットさん、1番瀬戸口選手をはじめ各打者がストライクゾーンを積極的に振ってきます。そこに兄貴がどんどん入れ込んでいく状況。2番バッターも追い込んでからストレートで空振り三振。さらに3番バッターも追い込むと、捉えられましたがここはセカンド体勢、好プレー。3回を三者凡退で終えます。さあ3回の裏、
早めに援護したい。打線はワンアウトから打席には高見。インコースをうまく弾き返すと打球はライトの前に転がる。ライト瀬古口選手貢献です。高見全国大会では初ヒットかもしれません。これで失礼。さらに続く2番徳さん、これはすっぽ抜けたボールが背中に当たりデッドボールでワンアウトランナー1、2塁のチャンスメイク。そして3番の順が打席に。初球内角低めに投げ込んでこれはボール。2球目打ってた。しかしここはサード正面ハンブルしましたが二塁へ転送。二塁コースアウト。鉄崩れの間にツーアウトランナー一塁三塁のチャンス。そして打席にはチャンスで再び4番海星。初球大きく曲がる変化球でワンストライク。なんとかなんとか打ち返してほしいところ。2球目ここは外角へストレートも外れてワンボールワンストライク。3球目ここは積極的に打っていきますがやや力みがあるか。ああ追い込まれた。そして当てただけの打球で万事休す。かと思いきやサードがこのボールの処理をもたつく間に三塁ランナーがホームイン。あっぱれ。ラッキーな形で選手権が舞い込みます。実はこの打球この日ずっと小雨が降る中で天然芝でゴムボールが非常に不規則な打球で飛んでくる。私サードも持ってたのですごくわかります。なのでこのサードの方も通常なら取ってる打球ですがやや目測を誤ったか。これはラッキーな形で1点が入りました。さらに追加点が欲しいところ。再び5番の田地初球外角いっぱいに決まってストライク。この場面でも安藤投手は決して乱れることなく丁寧に丁寧に腕を振って投げ込んでいきます。そして最後は外角に落ちるボールで空振り三振で追加点は与えず。非常にいいピッチャーです。さあ一方4回の裏兄貴のピッチング。先頭バッターこれもストレートを意識させながら最後はスライダーで泳がせサードフライワンアウト。この日は非常に球も走っていて変化球も切れていた。そしてこのセカンド回生の好プレー。二遊間の非常に難しい打球でしたがこの土のグラウンドをフルに生かすスライディングキャッチ。そして3人目ストレートを打たせここもライパチの守備範囲内スリーアウトチェンジ。兄貴テンポよく投げ込み前のイニングから6者連続アウト。さあそして4回の裏再びアンパレにチャンスが。ツーアウトながらランナー1塁打席にはカモシ。ストレートを打ち返すとこれがライト前ヒット。さらに濡れた芝で打球がイレギュラー。ライトが後逸する間に1塁ランナーは3塁へ。ツーアウトながら1塁3塁のチャンス。そして打席には1番の高見。初球一転してストレートでワンストライク。2球目これは空振りで追い込まれる。そして最後は意表を突かれ見逃し三振。全く手が出ませんでした。試合は投手戦に。ストップタイム5回の表兄貴のピッチング。先頭バッター初球スライダーでワンストライク。
2球目さあ続いてストレートで追い込むといいね、カウント戻すね。最後はインコースを詰まらせサード正面、徳さんさばいてワンアウト。打線がなかなか点を取れない中で兄貴は投げるごとに気迫が増していく感じ。2人目ストレートで完全に抑え込み、ショートフライ、ツーアウト。3人目ここは低めのツーシームを打たせファーストゴロ。この回も三者交代、3回から9者連続でアウトをもぎ取っていきます。この回が大会規定により最終回となります。しかし点差は1点、強打のマイナット打線、全く気を緩めることができない。そして最も警戒する瀬古口選手から始まります。最終回じっくりご覧ください。というわけで最後のバッターファーストに打ち取り1対0でなんとか逃げ切り、あっぱれ決勝進出です。ちなみに兄貴はこの試合6回被安打1完封勝利ということで、まさに経験実績エースとしての活躍でした。マイナットさん、対戦本当にありがとうございました。すごいわ。激闘の決勝戦の様子は明日公開、ぜひご覧ください。ちなみにこのホットモットフィールドで行われた全国大会、実は撮影協力してくれたのがサムライベースボールクラブさんという草野球チームでございます。で、実はこのサムライベースボールクラブを監督をされていた方が来年リトルシニアを設立予定だそうです。その後は少年野球や少女野球などを設立し、どん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 野球の裾を広げていく活動を行うそうです。軟式野球から野球界の変革へ、素晴らしい活動だと思います。概要欄にインスタグラムの情報なども載せておきますので、興味のある方はぜひぜひチェックしてみてください。